観音桜展望台にあるテレビ FM ラジオ放送の中継局2019年撮影2016年までテレビ FM ラジオ放送の送信書が地局されていた夜峰山2009年撮影南阿蘇中継局は日本の熊本県阿蘇郡南阿蘇村の各所にある放送局の中継局1980年代半ばまでは 南阿蘇地域の中心地である高森町から高森中継局と呼ばれていた。テレビ放送と FM ラジオ放送の中継局は阿蘇山の一方である夜峰山の山頂にあったが、平成28年熊本地震による山麓崩壊のため放送継続が困難となり、阿蘇南外林山の観音桜展望所付近に設置された予備送信所を使用している。また、 AM ラジオ放送の中継局は、カルデラ盆地の南里屋にある。テレビ放送と FM ラジオ放送は、熊本県内の放送局が親局を設置している、近峰山からの電波を中継する。南里屋では、阿蘇南貝林山の田原山などがあるため、近峰山からの電波を良好に受信するのが、困難である。夜峰山からの主な放送エリアは、 南里屋のほぼ全域と阿蘇市赤水地区。電波自体は、熊本市や南関町付近にも届いており、総務省が公表した、アナログ放送中継局に対応する、デジタル放送中継局一覧では立つた山、中継局や南関中継局、鍋田中継局の受信エリア内で、受信するにふさわしいデジタル中継局として、南阿蘇中継局が記載されていた。 予備送信書の放送区域には、阿蘇市赤水地区が含まれないが、同地区は、阿蘇中継局によりカバーされている。2017年11月27日午前11時に、仮設中継局がある観音桜展望所に本局が、運用開始。旧南阿蘇デジタル中継局は3ワットであったが、観音桜展望所は夜峰山より低い場所になる、ために10ワットに増力。 夜、峰山と観音桜展望所は位置が異なることから受信地域によっては大幅にアンテナの向きを変える必要がある。熊本地震で被災した夜峰山のテレビ FM 中継局夜峰山のデジタルテレビ中継局は2016年4月の熊本地震で倒壊したため観音桜公園展望所の駐車場に新たに中継局を建設した夜。 ミネヤマ山頂まで道路の崩壊と土砂崩れの影響で工事車両が通行不可能だったため2017年11月27日午前11時より運用開始地震倒壊前の夜ミネヤマからは3ワットであったが観音桜公園展望所は標高の低い場所になるために10ワットに増力 FM ラジオともに垂直変化での送信 夜、峰山の旧南阿蘇中継局は、2018年9月末に、取り壊された。熊本地震後、観音桜公園展望所の仮設の中継局から、3ワットで送信していたが、標高が低いこともあり高森町の一部地域で、受信状態が良好でなかったために、同地区の落田山公園にも、仮設の中継局3月末に、 南阿蘇村テレビ共同受信組合が仮設の中継局のやや高いところに送信設備を建設した。垂直変化での送信。NHK 熊本が南阿蘇村テレビ共同受信組合の送信設備のやや低い場所に南阿蘇高森デジタルテレビ中継局を建設した。2018年3月13日より送信開始。垂直変化での送信。 民放各社は南阿蘇村テレビ共同受信組合が建設した送信設備からの送信となる。テレビ熊本が VHF で設置していたことや NHK が総合テレビとしては数少ない 12CH を使用していたことなどの特徴があった。白川の南、南阿蘇村両兵に設置されている。ありがとうございます。